ルカーベール公爵は生まれ故郷であるカルナカにもともとあった宮殿を取り壊し、サーコノスの全市民が何年も食べていけるほどの費用をかけて豪華な建築物を建てた。皆を威圧する広大な辞書に浅はかな権威主義の象徴、自己満足の記念碑を建てたのだ。公爵の愚かな行いは私が女王だった間になされたこと。でもダンウォールの人々は見て見ぬふり、銀が流通さえしていれば満足なのだ。グランドパレスに入って公爵を殺し、デリラの魂を盗む方法を探さねばならない。カジラ、これが私の最後の夜。もうすぐ偉大な無になるのよ。安らかに眠って何か潜めたの。デリラの魂を探し出して、この死んだ肉の檻に閉じ込めて私を自由にしてほしいの。理解できないわ。きっとすぐに分かる。そこを建てた人々の骨を髄までしゃぶる。準備はいいか。これまで数多くの城や屋敷を見てきたけど、中はどれも同じ。公爵の宮殿もブレズビー夫人が開く午後の社交パーティーほどは悪くはないでしょう。中に入るのはそこまで難しくないかもしれない。公爵の管理はそれほど厳しくはない。アベール公爵を殺すのはパズルの一部でしかない。公爵がデリラのために隠してあるものも見つけないと。砂塵地区を訪れて収集した情報を隠していたようだが、それは構わない。世の中には多少不可解なことがある方がいいからな。だがグランドパレス内ではどんな行動であれ、それがカルナカの状況にこの先何年も影響するかもしれないことは覚えておけ。グランドパレスの地図と役に立つかもしれない情報がある。食料庫には公爵の宝物庫へ続く通路を開くレバーが隠されている。彼がデリラのために何か大事なものを隠すとすればそこにあると思うんだ。それより向こうに関しては幸運を祈るよ。カルナカの状況が不安定なことは分かってるわ。この件が全部片付いたら考えなければならないことがたくさんあるしね。準備はいいか。いけるわ。宮殿には公爵が暗殺者を混乱させるために用意した影武者がいる。役に立つかは分からないが、理念を洗っている友人が影武者は喫煙者だと言っていた。彼女が言うには影武者はいい人らしいから話してみるといいかもしれない。しかしアベールのような暴君のふりをするなんて実にくだらない仕事だろうな。みんな公爵に耐えてるなんて驚きね。彼には軍隊も鉱山の支配権もあるし、これまで首都からあなたの援助もあった。公爵のパーティーではみんなゆでガニを食べながら国を分割しているんだ。ダンウォールにもそんなパーティーがあった。おべっか使いが足を引っ張り合いながら私の機嫌を取るっていう。かわいそうな女王。浸水地区にある廃墟になった肉屋で寝泊まりしていたが、そこの屋上からパーティーの明かりが見えた。あなたが苦労して育ったのは知っているわね。私もダンウォールではよく顔を隠してぶらついた。でもそれにうんざりした時、私はいつでもタワーに戻ることができたわ。よかった。公爵を殺したら彼がデリラのために隠しているものを見つけて取ってくるんだ。終わったらボートで迎えに行くから。いるのか、出てこい。
ってるようだが。ああ、怒ってる。内陸への移動について検討を行ったんだが、断られた。明るい面を見ろよ。そばに別の魂がいる。その陸海の檻の向こうに。宮殿、公爵を殺す方法を他に見つけられるかもね。走り回ってるのは誰だ。どこへ消えた。誰かいるのか。手にキスはないのか。そのまま返すわ。謎の人物か。なら聞こう。君は何者で何が目的だ。あなたは公爵の影武者なんでしょ。あんな男に情を持つなんて無理よ。私は奴の支配を終わらせに来たけど、いい考えがあるから聞いた方がいいわ。仕方ない、バレてしまったか。でも公爵の暗殺じゃないなら何が目的なんだ。あなたならルカ・アベールより優れた公爵になれると思う。私が奴の喉を切って殺すことなく退位させたとしたら、あなたこそが公爵にふさわしいと皆思うかしら。それは大胆な計画だけど、私の脳裏をよぎったことがある。私が本物のアベール公爵で、彼が影武者であるとみんなが信じれば、彼が愚行を犯したことにできる。影武者がとうとう正気を失い、自分が公爵だと思い込んでいるとね。何年もかけて自分の演技を完璧なものにしてきたけど、一つ問題がある。彼が持っているメダルが必要なんだ。信じさせることは簡単なことだけど、彼の最上級衛兵に証拠としてメダルを見せろと言われるだろう。ルカはそれを常に離さず持っているんだ。よし、それほど時間はかからないはず。それが終わったら私は町を出るわ。すぐ後でダンウォールから指示を送るけど、あなたには多大な適応性と協力を求めたい。サーコノスを崖っぷちから救う時間はまだあるわ。アベール公爵が与えてきたダメージを埋め合わせられるはずよ。いいね。でも私はサーコノスをここの人々のために適当だと思うやり方で指導する。君の王国によって厳選された操り人形としてではなくね。それに同意するなら公爵を気絶させて彼の部屋に連れてきてくれ。あとは私がうまくやるよ。公爵は人道種の気候兵を持っているみたい。これは宝物庫の鍵に違いないわ。あとは私次第だな。メダルを取って彼らを呼ぼう。見ているわ。うまくやってね。心配無用だ。何年もこのクソったれの真似をしてきたんだ。アルメイダ隊長、至急部屋まで来てくれ。問題発生だ。早くそこに隠れるんだ。
このバカ者を逮捕してくれ。どうやら自分の役を少々真剣に捉えすぎている。私から手を離せ。変な男は何年もよく仕えてくれたのに、私にこれほど似ているものはもう見つからないだろう。連れて行きなさい隊長。ただし優しくな。わかりました、閣下。我々にお任せを。なんだと、これはデタラメだ。お前ら全員生きたまま川を剥いで城風呂に入れてやる。何か彼のためにできることがあるといいが、ずっと私のふりをしていたのが完璧に負担だったのだ。やめろ、止まれ。タコノス公爵は私だ。やめてくれ。アダマイアのハイペシア医師ならこの男の対処法が分かることでしょう。アベール公爵が隠していたものを見てみましょう。メモを取れ。最終テストが終わったらこの映像は消去しろ。今だらね、私を殺しの器から解放して。ではなきゃデレラの魂に閉じ込められない。どうやれるかわからない。私にはあなた以外必要ないのに。あなたを導こうとできるだけ長くいたわ。世界はあなたの勢力にとって有利な状況よ。安らかに、お母様。いつでも敬っているからね。エミリー、愛しているわ。あなたを愛するこの気持ちが無意と思っている。最後の思いを。終わったわ。ではデリラの魂を堪能できる。これは何？ハラチガイの妹の心臓？彼女の肉体だけが残っている。デリラの魂がそれをまとめていた。今はそこで待ちましょう。グランドパレスを乗り切ったな。これで終わり？カルナカは崩壊したのか？これからは公爵ももっといい運命に導かれるでしょう。じゃあドレッドフルウェールに戻ってダンウォールへ向かうんだな。そう、ついにね。王座を取り戻し、お父様を救う方法を見つけるために。準備はいいか？始めましょう。わかった、お望み通り。